プロフェッショナレンフドボレンクループボテフ・プロブディフは、ブルガリアのプロブディフをホームタウンとする、サッカークラブ。現存するブルガリア最古のサッカークラブである。クラブ名のボテフは、ブルガリアの国民的英雄であるフリスト・ボテフに、由来している。1961年、ホームスタジアムであるフリスト・ボテフ・スタジアムが完成し、FC ・ステアアブカレストとの親善試合が行われた。 1962年、クラブの歴史で最も重要な選手であるリンコ・デルメンジフイエフのリーダーシップの下、ブルガリアカップ初優勝を果たした。1966から67シーズンには2回目の A グループ優勝を果たした。リンコ・デルメンジフイエフは、A グループで通算447試合に出場し、同194得点を記録した。出場試合数。 総得点数はともにクラブ記録である。1981年2回目のブルガリアカップ優勝を果たした。1980から81シーズンの A グループではゲオルギスラフコフが31得点を決めてリーグ得点王ヨーロッパゴールデン州を受賞した。UEFA カップウィナーズカップ1981から82では この大会で優勝する FC バルセロナと対戦し、ホームゲームを1から0で勝利した。1984年11月7日、プログニフスタジアムで実施された UEFA カップビィーナーズカップ1984から85のバイエルン・ミュンヘン戦でもホームゲームを2から0で勝利する歴史的快挙を成し遂げた。1992年、クラブは フリスト・アレクサンドロフとフリスト・ダノフが率いるコングロマリットに買収された。クラブ史上初の外国人選手となるハンガリー人のホベルト・ソベを獲得するなど大型補強を行ったが大きな成果は得られず、1992から93、1993から94、1994から95シーズンに3位になったのが最高だった。1999年、 クラブは、リマターリストローブに買収された。2000から01シーズンは、1955シーズンから47シーズン連続で所属した A グループで13位に終わり、B グループへ降格した。2002から03シーズンに A グループに復帰したが、2003から04シーズンは14位で、再び降格した。2005から06シーズンに再び A グループに復帰したが、 16チーム中13位、10位、12位、13位と低迷した。2010年2月24日、クラブは財政難に陥り、ブイアフグへの降格が決定した。2009から10シーズンの後半戦は全試合、没収試合とされた。再出発となった2010から11シーズンは、サウスイースト V アフグを38試合37勝1分。 A 廃の圧倒的な成績で優勝し、B グループ昇格を決めた。2011から12シーズンは、B グループ東部で2位になり、同西部2位の FC スポーティストスボッチと対戦した、昇格プレイオフも2から0で勝利して、A グループ昇格を決めた。2012から13シーズンは、A グループ4位に終わったが、3位の PFC クスカ、ソフィアが、債務の問題で、 欧州カップ戦参加資格を剥奪されたため、繰り上げで UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、出場権を獲得した。2013から14シーズンは、ブルガリアカップ決勝に進出したが、PFC ルドゴレツラズグラドに0から1で敗れた。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。